毎日 YouTube うどん生活さぬきうどんのお時間です。ということで薬タウンです。どうぞよろしくお願いします。今日紹介する動画で合計534店舗目のお店となります。ということで今日向かっているのは香川県善通寺市にあるさぬきうどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は金蔵寺駅で1キロ程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては小金さんの善通寺国道店さんであったり、永田院かのかさんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日は丸屋うどん2代目さんへ向かっていっております。それではこの丸屋うどん2代目さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.51 点、そして Google の点数が 3.6 点となっています。営業時間は6時から15時までで、平日のみ17時から20時まで、定休日はなく年中無休となっています。車の場合、最寄りが善通寺インターで、駐車場は約30台分あります。おすすめは鍋焼きうどんです。うどん店発祥の地とも言われる多度津から善通寺に移転してきたお店、店主さんの名前の屋に丸をつけて丸屋、多度津から善通寺に移転してきたから2代目とついています。ということで到着です。今日食べに来ているお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こちらセルフ形式のお店となっています。こんにちは。メニューは正面の壁に飾ってるんですけど、一番大きく書かれているのは初代からの名物鍋焼きうどんです。鍋焼きは以前いただいたので、今回は隣にある2番目に大きく書かれている醤油うどんにします。うどん注文するまでにサイドメニューなんか取ろうと思います。醤油うどんのあったかいの醤で、はいはい、あ、そうです、はい、ありがとうございます。頑張ります。楽しみに拝聴させていただきます。はい、ありがとうございます。ほぼ毎日やな。あ、そうです、そうです、はい、ありがとうございます。いくらでしたっけ。はい、それではお会計が済んだら空いている席で食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。カウンター席、テーブル席が並んでいるのと、奥の方に行くと座敷席も用意されています。そんで店主さんが冷たい麺もどうぞということでいただきました。それではいただきます。あったかい醤油丼からいただきたいと思います。大根おろしにネギにレモンが標準で乗っていて、ここにだし醤油をかけていただきます。これは丸屋さんオリジナルの自家製のだし醤油ということです。
麺はツヤのある滑らかな口当たりの中細麺です。綺麗な麺肌をしていて角が少し丸めな喉越しがいいタイプのうどんです。あったかい麺はもちもちでむにゅっとした食感で、このうどん国産小麦 100% で作ってて麺自体の味もすごい感じられました。っていうのもやっぱりだし醤油でシンプルに食べるからこそこの麺が感じられるんだなって思います。大根おろしにレモンもついているのでさらにそれをさっぱりといただきます。それでは冷たい醤油うどんもいただきます。これあったかいのよりより麺がすごい綺麗に見えました。冷たい麺はやっぱりよりツヤツヤな感じがします。むにゅっとした温かい麺の食感よりぐにっとコシの強い粘りの強いような麺になってます。温かいのと冷たいのやっぱりそれぞれ違う良さがあるのでもうここは好みですね。ちなみに醤油うどんの冷やを注文した場合もあの温かいのと同様に大根おろし、ネギ、レモンはついてきます。それではかき揚げもいただきます。サクサクでよく揚がってるかき揚げでこの香ばしさも個人的にはすごい良かったです。玉ねぎとか人参とかピーマン、インゲンも入ってたかな。かなり高さもボリュームもあるかき揚げでした。今日の動画を見て讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画をおすすめしていただけるととても嬉しいです。サブチャンネルうどんタウンも更新しているのでぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。それでは最後の一口いただきます。一玉あたりの量もすごい多かったので名物の鍋焼きだったり季節に合わせて好きなうどん頼んでぜひ食べてみてください。国道11号線沿いで入りやすくてしかも早朝6時からしかも年中無休でやられているので気軽に入りやすいと思います。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。Don't we need to go home?